こんばんは、はい、こんばんは、 こんばんは。もう年が明けて10日経ちましたね。そうですね。で、冬といったら昆虫ですよね。で、冬に活動する昆虫っていうのも実はいるんですよ。ほう、まあ、その昆虫をですね、今日は冬尺の仲間ですね、はいはい、がですねを探しに行きましょう。はい、いたえ、どこ飛んでる。飛んでる。どこ？あ、なんかうっすら、あの、ひらひらと。あ、何羽か飛んでる。何匹か。あ、はい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 。あ、はいはいはい。2羽飛んでる。2羽？いや、別に。お、これ今降りましたね。もうパタパタしてるやつ。これ。あ、消えた。ウスバフユシャクだと思う。ウスバフユシャクのオスだね。なんでオスだと思う？わかるかというと、はい、お、止まりましたね、私。懐いてるね。いや、別に懐いてね。よくなんか虫止まると懐いてるって言うけど、そんなわけないよ。まあそうだろうけど、そこまで考えてないと思うし、うん、で、それはそれとしてこれはですね、オスはですね、飛ぶんですよ、はい、羽があります、はい。ただウスバフユシャクはメスはですね、羽が退化してますんで、じゃあ飛べないってことですね。飛べないですね。どうやって出会うんですか？あのメスが、うん、あのちょっと高いところとかに登ってお尻をプリッと上げて、コーリング、まあフェロモン出してオスを呼びます。じゃあその匂いでオスがあのメスに気づいて、そうで結ばれるっていう、ね、で春の桜の葉っぱがちょこちょこって出てきた時に卵が孵化して、でサナギな、あ、葉っぱ食べて、うん、降りてきてサナギになって、また冬に出てくるっていうサイクルだね。なんかもしかして春先、あの幼虫、シャクトリムシみたいなのいっぱいいるの？そう、あれいっぱい垂れてきたりして、でオールリとか食ってんじゃん。そうだからこれ実はすごい野鳥にも重要な生物なんですよ。なるほど。飛んでますね。で、このメスの見つけ方は、うん、基本的にはもう無理です。あのオスを追っかけるとか、いたいた、うん、そういう方法でしか見つけらんない。なるほど。まあちょっと時間あるんで探してみましょう。はい、はい、では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 。今、はい、降りてきました。はい、近くにメスがいるかもしれません。うん、うん、ウスバフユシャクだね。ほら、あ、近くにメスがいるかも。すごい樹皮に馴染んでる色合いが。うん、こうやってね、擬態しながら。なるほど。これ見てください。どれ？これ。どれ？これ。あ、これ。何それ？これゴキブリの卵だ、ね。え？樹皮に埋めつけた。産んだんだね。もう出た。出たっていうか、穴開いてるから食われたかもしれないよね。つつかれたかもしれない。ゴキブリっていうのもいろんな生き物に食われますんでね。多分ヤマトゴキブリの卵ですね。あ、こんなとこ産むんですね、うん。私勝手になんかこう樹皮と木の間みたいな。卵鞘のこの中につぶつぶがいっぱいあったと、うん、食われたんじゃねえかな。はあ、はい、ここ何年か前にここでメスを見つけたことがあります。ほうほう、水飲み場。うん、さあ今年はいるんでしょうか。でもなんで2年前、2、3年前かな、うん、なんでかいたんだよ。こういうのも天敵なわけですよ。はあ、ゲジ。ゲジ、うん、暖かいとこ登ってきたりして、うーん、今年はいないかもね。ほら、クモなんかもいるもんね。いるの？いるんですよ。で、最初の時間は下のとこから登ってくる途中だったりするんだよね。なるほど。ないね、登ってきてないね。うん、何かいました？これゴミグモだと思いますね。あ、綺麗。もう活動してますね。こういうのも天敵なわけですね。ほう、まあ、今この時期飯食うかわかんないけど、うん、あ、動いた。もう活動ちょっとしてますね。うん、もう今日暖かかったからね。うん、他は、まあ、一瞬これがそのメスに見えたわ。ああ、なるほど。木の杭ね。木の杭、木。こういうところもいたりしますね。ほう。
お、ゾウムシの仲間がいます。そうなんだ、ちっちゃ、うん、こういうのもいましたね。冬だけど昆虫も結構かつ、あ、見て見て、何を、どこ、何、またほら綺麗な雲ですね。ちょっと待ってね、角度が悪い、あ、ピントが、ちょっと待って、ピントが、あ、緑色の、うん、あ、でもゆっくり動いてる。花雲とかの仲間じゃないかね、うん、あ、綺麗だね。あ、こういうのもいたりします。なので柵の上はこういう天敵もいると。なるほどね。でも結構こう見るだけでも楽しいね、うん、夜見ると綺麗ね。やっぱ雲が活動してますね、うん、で色もね、うん、もうこんな色してますんでね。うん、まあオスあんな色だったもんね、うん、メスだけど派手ってなさそうだし。次行きましょう。はい、はい、はい、これどうぞ。ん、ウシカメムシ。ん？ん？これ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 。ああ、鎖のとこね。うん。真面目に画面越しだと分かんなくなっちゃう。なんかあの。とんがってる牛の角みたいし。なるほどね。水牛みたいな、うん。まあそれが由来か知らねえけど。うん、ああ、こんなとこにいるんですね。どうしてますね。へえ。多分。こうやって。うん。なかなかすごいっすね。一回あったかくなって動いたんか分かんねえけど。確かに。まあいろいろいるわね。うん。面白い。何見つけたんですか。これオスですけど、はい、ちょっと羽化不全起こしてるかもね。うまく羽化できなかったか、後から何かあったか、多分羽化がうまくできなかったね。サナギから成虫になる、飛べないんだね。こうなっちゃうとなかなか厳しいね。そうなんだね。まあうまく成虫になるっていうことだけでもすげえと思うわ。うん、うん、なるほど。はい、なんとか探したんですけど、結局メスの姿を見ることはできませんでした。やっぱそれくらい難しいってことですね。まあ、もうちょっと頑張ればあの出てくるとは思うんですけど、ただ写真をですね、以前撮ったのを今紹介しますんで、ここにはめ込んでると思います。でメスはメスでね、あの木の下とかから夜な夜な出てきて、コーリングしてお尻上げてオスを呼ぶと。でそのコーリングでオスがこうフェロモンに寄ってきたところ写真ですね。これがで結ばれてるところになります。はい、でこれが春にまたですね、桜が終わった頃にまた幼虫が出てくるということでですね、幼虫気持ち悪いって思うかもしれませんけど、非常に可愛い昆虫ですし、まあ、ちっちゃいしね。そうそう、で公園の生態系にとっても大事ですね、うん、あと身近な公園でも結構何種類かいるかもしれません、ね、なるほど。ぜひ探してみてください。ということで今日は終わります。また来年探したいと思います。あ、来年毎年探すね。なるほど。じゃあ今年は終わりってことで。今年はまたチャンスがあれば探しますけど。了解です、うん、また次回お楽しみに、はい、お疲れ様でした。